そうだね、日記だけだね。
Thank you.
下がって座りましょうか。
寝るよ。体長はおよそ110cm、体重はおよそ 13kg。 現在ウィニーは赤ちゃんに寄り添うように泳いでいます。バンドウイルカの赤ちゃんが無事に成長する確率は 50% 以下とも言われていることから、親子が静かな環境で育児に専念できるよう、現在、2階のイルカプール周りの観覧を一部制限させていただいております。今後もイルカの赤ちゃんを温かく見守ってください。引き続きご案内いたします。名古屋港水族館では水族館体験スクール君もドリトル先生になれるかを開催しています。水族館のさまざまな生き物について飼育係のお話とバックヤードの見学を行います。小学生とご家族の皆様もぜひご参加ください。開催スケジュールや応募方法については館内に置いてあるチラシをご覧ください。ファンの応募をお待ちしております。スタジアムのお客様にお知らせいたします。プールに近いお席はこの後のトレーニングで排水が光ることがあります。ご注意ください。合わせて後ろの方のご迷惑となりますので、2つの交換トレーニング中に通路や席で立たないようご協力をお願いします。またこちらのスタジアムは時折強い風が吹くことがあります。お手持ちのパンフレットやビニールがあって冬に止まらないようお気をつけください。それでは私の公開トレーニング開始のお時間までしばらくお待ちください。
博物館にお越しくださいました。今から草地の公開トレーニングを始めます。こちらの広いレインプールを使った公開トレーニングは今は始まったばかりなんです。ですから私たちにも私たちが今回どんな種目を披露できるのか分かりません。皆さん深く私たちのことを守ってあげてください。さあ、それでは早速トレーニングへと目を移してみましょう。奥のステージにトレーナーが2人います。そのトレーナーの前に私たちやってきました。さあ、そしてトレーナーが右手の方へと走ります。そうすると私たちも手を追いかけてどうしていますね。さあ、トレーナーの前で顔を上げました。ではこの2頭のシャチを皆さんに紹介しましょう。2頭のうち左側にいるシャチがリンという名前の子供のシャチです。現在4歳のメスのシャチです。そしてリンの右隣にいるのがリンとハーブさんのシャチです。さあ、リンとお母さんのシャチはトレーナーと一緒にステージを移動していますね。こうやって場所を移動して置くことでですね、トレーニングへの気持ちを少しずつ高めていっているところです。さあ、リンに奥のステージに上陸する合図が出ました。一旦沈み込んで奥のステージに上陸です。現在体長が 4.2kg、 体重は 1.2トン。さあ、リンがバッチリと決めてくれたところで、それではじゃあですね、皆様にシャチについてより詳しくなれる映像をご紹介したいと思います。大型画面にご注目ください。シャチは世界中に80種類以上いるイルカやクジラの仲間です。赤道付近の暖かい海から北極や南極といった冷たい海まで、世界中のどこにでも住んでいます。世界中のどこにでもということは、もちろん日本の周りの海にも住んでいます。実はここ名古屋にもやってきたことがあるんです。水族館の近くを流れている堀川を熱田神宮の近くまで泳いできたことがあるんです。さあ、そんなシャチは一体何を食べて暮らしているんでしょうか。魚を食べます。イルカも食べます。アザラシやアシカの仲間も食べます。ラッコも食べます。ペンギンも食べます。自分より体の大きなクジラも食べます。アメだって食べちゃうんです。このように世界中の海に住んでいて、海の生き物を何でも食べるシャチは海の王者と呼ばれているんです。